ディスマンとは2006年から2000人を超える世界中の人々の夢の中に繰り返し現れるが現実では決して姿を現さないとされる謎の人物のことである。しかし実際はイタリア人のマーケティングの専門家アンドレアナテルラが創作したもので2008年に立ち上げられた Everdreamed マン i s Man というウェブサイトが書室である。しかし報道や インターネットユーザーの注目を集めたのは2009年10月からだった。映画や X ファイル、世にも奇妙な物語といったテレビ番組で取り上げられ、週刊少年マガジンでディスマンを元にした漫画が連載された。2010年にネタラはディスマンがゲリラマーケティングの一環だったことを認めた。一部の情報源ではブライアン・ベルティノと ゴーストハウスピクチャーズによる同盟の映画を宣伝するためだったと推測されている。しかし、この映画は2021年現在も未だに公開されていない。ネタラによると、thisman.org には、ビスマンの風貌を、アンドル・ロイド・ウェバーや、アブドル・ファッター・フアイコール・シーシーといった、実在の人物と比較する、電子メールが送られたという。 ディスマンの書室であるエバードリームドディスマンの説明ではディスマンを最初に描いたのはニューヨークの著名な精神科医であるとされる2006年1月に夢でディスマンを見続けていると訴える女性患者を診察した際に描いたという数日後ある男性患者がその絵を見て自分も夢で見たことがあると語ったどちらの患者も現実では ディスマンに会ったことがないと述べた。その後、精神科医が4人の同業者にこの絵を送ったところ、彼らの患者たちもその男性を夢で見たことがあった。後に、ロサンゼルスやベルリン、サンパウロ、テヘラン、北京、ローマ、バルセロナ、ストックホルム、パリ、ニューデリー、モスクワといった、世界中の主要都市で2000名を超える人々が夢で、この人物を見たことがあると訴えた。 夢の内容はロマンチックなものや性的なもの、恐ろしいものと様々で、一緒に空を飛んだというものもあれば、何もせずに見つめてきたというものもある。バイス氏で、ディスマンを事実として特集する記事が掲載された。その記事では、アンドレアネタラのインタビューが載っており、2008年の冬、最初に、夢でディスマンを見て、その際にディスマンに誘われてその人物についての、 情報を求めるウェブサイトを立ち上げたと語った。ディスマンの似顔絵を用意したのも自分であり、携帯端末アプリケーションのアルティメットフラッシュフェイスを用いて作成したと述べている。実在の人物で、ディスマンと似た容姿を持つ人物は特定されていない。夢で、ディスマンを見たことがある人と無関係であるが、ディスマンを夢に見たことがある人がいるとされる。また、 ディスマンの声も判明していないとされる。これについては、夢では、視覚情報と比べると音声は、記憶に残りにくいことや、ディスマンは滅多に夢の中で話さないことが、理由に挙げられている。ただし、ネタラは、ディスマンの外見を、ザ・マン・フロム・アナザー・プレイスや、ザ・ダミーといったフィクションの登場人物、アンドル・ロイド・ウェバーや、アブドル・ファッター・フアイコール・シーシーといった、 実在の著名人と比較する手紙や電子メールを受け取ったと主張している。また、アルド・カンナン・アジャというインド人の同志など自身がディスマンであると主張する人物もいたと語っている。thisman.org ではディスマンについて下記の5つの説を提示している。ディスマンは2009年にインターネットユーザーや報道からの注目を集め始めた。 その年の10月になってから、ディスマンのウェブサイトへのアクセスが急増した。短期間のうちに200万以上のアクセスを記録し、1万を超える電子メールが送られ、ディスマンを夢に見たという体験談や、ディスマンに似た人の写真が寄せられた。2009年10月12日に、コメディアンのティム・ハイデッカーが、ツイッターで、ディスマンについての投稿を行った。ネタラの以前のゲリラマーケティングは、 局地的な関心しか集めなかったが、ディスマンで初めて世界的に広めることに成功した。ディスマンの話が広まり始めた時から、電子掲示板である 4chan のユーザーや、アスムや EOQ などのブログで、ゲリラマーケティングではないかと疑う声が上がった。彼らは thisman.org をホストする企業が、ゲリリアマーケティング it というウェブサイトもホストしていることを発見した。 ネタラは自身がフェイク広告の事業を行っていると紹介していた。そして、ククというウェブサイトでの2010年の投稿や2012年にバイラル系マーケティングと題された印刷媒体での記事でネタラはとうとう、ディスマンは虚偽であることを認めた。しかし、ネタラは thisman.org が単にマーケティングの計略でしかなかったことを認めた。一方で、 何をプロモーションしていたのかは決して明かさなかった。ザ・カーネルなどでは、ブライアン・ベルティノによる同盟の映画の宣伝のためだったという説が挙げられている。ゴーストハウス・ピクチャーズが2010年5月に thisman.org を購入し、ベルティノを脚本、監督として契約して、ディスマンを題材とした映画を制作していると公表した。しかし、それ以来、 この映画についての広報は行われずにいる。ネタラがゲリラマーケティングと認めた後でもザエポックタイムズやバイス氏などでディスマンを事実として扱う報道が2010年代半ばまで続いた。後にバイスはディスマンは事実ではないという胸の記事を掲載した。インターネット上でディスマンの似顔絵をバラク・オバマやダニエル・トッシュなどの著名人と置き換えたパロディが出現した。 ディスマンが人々に知られるようになると、インターネットユーザーは、ディスマンについての情報提供を呼びかけるチラシを改編し、ディスマンの顔をカール・マルクスやバラク・オバマなどの著名人の顔に置き換えた画像を制作した。コメディセントラルもダニエル・トシシュの顔を使用した同様の画像を制作している。ディスマンの似顔絵は2017年の韓国映画ルーシッド・ドリームの冒頭で短時間。 使用された。また、X ファイルのエピソードプラスワンでも取り上げられた。富士テレビのオムニバスドラマシリーズ、世にも奇妙な物語でも、2017年4月29日放送の、世にも奇妙な物語17春の特別編にて、夢男と題した短編ドラマで、ディスマンが登場した。2018年に、週刊少年マガジンでディスマンを元にした。 漫画、ディスマンその顔を見た者には潮の連載が開始された。マガジンポケットへの移籍を経て、翌年2019年に完結した。ありがとうございます。